はい、皆さんこんにちは。 Android スマホでね、手軽にオンラインの動画教材が作成できませんかという質問があったので、早速ね説明していきたいと思います。今回は iPhone でなくて Android のスマートフォンを使ってやります。で、まず最初にこれ準備するのはこのプレイゲームというね、このアプリです。で、これはプレイストア、これをタップして開いて、で、ここからダウンロードしてインストールします。で、プレイゲームで検索すると Google プレイゲームというのがこれありますの で、これをインストールして、それで開きます。そうすると、こういうゲームというのが出てくるんですけど、ここで開くゲームは何でもいいです。一番簡単ね、マインスリーパーあたりでいいかな。そうするとこのゲームのこの上の部分ですね、ここに、はい、なんとカメラのマークが出てくるんですよ。で、このカメラね、画面何でも録画できます。なのでこれでカメラをタップします。で、今画質設定が 720p HD にして開始とします。で、記録やキャスト開始しますかというので、これで今すぐ開始をタップします。で、これゲームが始まるんですけど、このゲームはね、消しちゃっていいです。はい、これで消しちゃいます。はい、で、そうしたならば、この今ね、自分がここにアイコンでこう出るんですよ、ほら。で、この録画ボタンを押すと簡単に録画することができます。例えば、出先でね、急遽学生用の動画を作らなきゃいけないという場合ね、これを準備しておいてスライドを開いてね、じゃあスライド、例えばこんなスライド、じゃあ今日これ説明しますよという場合には、はい、この状態で、これアイコンはこの辺に持ってきておこうかな。それで録画します。で、ここでね、録画の時に注意しなくちゃいけないのは、このね、再生をしちゃうとこの顔が消えちゃうんですよ。これね、ここのこの再生をしちゃうと顔が消えちゃうので、このままの状態でやるというのがポイントです。じゃあこれで今ね、これ真ん中に持っていくと消えちゃうんで、ちょっと端っこね、この辺にしておきますか。で、これで録画します。はい、録画開始。はい、始まりました。はい、で、これで録画始まったので、例えばね、はい、今日のプレゼン内容はこれですみたいな感じでどんどん進めていくと。はい、これで配信を終了します。で、これをタップして、それで停止。はい、録画したファイルを見るためには、この Android スマホのこのファイルスというのを、タップします。はい、そしたらばここに動画というのがありますので、これをタップすると、はい、これで先ほど録画したものが出てくるので、ちょっとタップしますね。はい、邪魔さ消しますね。はい、どうでしょうか。もう出先で手軽にね、オンラインの教材がこれで作成できます。はい、作成した動画なんですけど、クラスルーム等に共有してもいいんですけど、ロングタップして、これ共有ね、共有のこれをタップして、で、あとはね、共有したい媒体、例えば YouTube に共有してみますか。 YouTubeそうすると、今ギガチャンネルの方にね、ここにタイトル、動画とかしますか、説明とか入れて、で、これで公開してあげれば YouTube に公開できると。非常にも手軽にできます。ゲーム配信用のツールというのはね、オンライン授業作成に非常に親和性が高いので、ぜひ活用してみてください。それではまた。じゃあの。